まず最初にですね、工場見学していただいて何度も出てきた部分あるんですけども、少しおさらいしながらご紹介していきたいと思います。見学の中でですね、醤油の作り方をご紹介して、1菊2回3火入れっていう言葉をご紹介してました。改めて文字で書くとこういう字になるんだよっていうの、お手元にも資料ございますけれども、こういう順番になってます。これ醤油の作り方を表す順番と同時に品質を決める大事なポイントとして、言われている言葉なんですけれども、その時の麹作りでですね、今日は円盤製菊室という現代の醤油の作り方 の、 設備をご覧いただきましたけれども、昔はですね、この写真のようにですね、麹豚というものを使ってました。今日は実物をですね、お持ちしてます。味わい体験館でもですね、同じものを置いてあったんですけれども、このようにですね、薄く枠のついた板の中に大豆と小麦を混ぜ合わせた、麹菌と一緒に混ぜ合わせたものをですね、この中に薄く引いて、これを室と呼ばれているものの中に重ねていきます。先ほどご紹介した通りですね、麹菌が熱を出してきますので、薄く持って表面に風を流れるようにすることによって熱を逃がすということで、重ね方にもいろいろ工夫があってですね、こんな風に重ねてみたりですね、こんな風に重ねてみたりとか、職人さんによって積み方いろいろらしいんですけれども、当時の道具の一部です。で、今はですね、麹を作るときに下からこう風を送ってるっていう風に申し上げましたけれども、よりこれを進化させたタイプでですね、後ほど使われるようになったのが、こういったメッシュの空いているタイプこれは自然にこう風が抜けてくるといいますか、これも積み方いろいろ変えてですね、麹を作ってたというものです。今でもこんな醤油の作り方しているところってありますか？ありましたか？何年中見てくる、もう本当に1400中非常に手のかかる作り方ですね。はい。こんな風にして作ってた道具、これが1菊2回3火入れの1菊の部分になります。で、2点目にですね、2回ということでもろみ の熟成するところをご紹介しました。で、貝というのは先ほどもご紹介しましたけれども、もろみをですね、こう攪拌する道具、あるいは攪拌することをですね、指す言葉ですね。はい。で、このもろみの熟成もですね、先ほど記念写真撮っていただいた木桶の元の姿これなんですけど、こういうものを使ってたものから、今では今日ご覧いただいたような屋内にこういったタンクが並んでる屋内型のタンクを使ったり、弊社ではこういったスーパーステンレスタンクと呼ばれてるタンクを使って醸造してます。で、スーパーステンレスタンクって強そうな名前ついてるんですけども、何がスーパーかっていうと、やっぱり塩分が非常に強いんで、普通の金属じゃあっという間に錆びてしまうんですね。ご家庭のシンクでもステンレスでできて、そういうふうに強くできてるんですけども、そのシンクで使われているのはステンレスよりももっともっと腐食に強いものを使ってます。ですので、このタンク作る時もですね、もちろん特注なんですけれども、溶接が非常に難しくて、全国からこのスーパーステンレスを溶接できる職人さんに集まっていただいて溶接して作ったという、非常にコストもかかってるすごいタンクなんですけれども、もうできてからどれくらいでしょう、だいぶ経ちますけど、大きな腐食の話は出てないと思いますね。はい。非常に長持ちしてると思います。大手さんですとこういったものを使われているところ多くなってきてますけれども、昔からの作り方はこんなふうになってくる。やっぱりこの2つのタンクの違いでもですね、微妙に発酵の様子が変わってきたりすることがありますので、今日実はこの屋内型のタンクで仕込んだものと、こちら の、 屋外型のタンクで仕込んだもののお醤油をですね、ご用意しています。作り手としてはなるべく品質が一定になるように作っているんですけれども、どうしても微生物の発酵の具合によって変わったりすることもありますので、そこは最終調整をしたりとかすることによって一定の品質は届けているんですけれども、まずはそのタンクから出てきたそのものをですね、火入れしたものをご用意してますので、こちらを後でご覧いただければなと思います。万太郎さん、今タンク的に どういうタンクの方が多かったりしますかね、他のメーカー様ですと。他のメーカーさんでいうと、左側の方へ圧倒的に多いんです。特に小規模の醤油屋さんだと、もう屋外の発酵タンクなんて作れる余地がない、それだけ仕込みができないので、やっぱある程度大きいメーカーさんじゃないと右のようなタンク。一方で一般的におっしゃるように左になるんですけど、ただ山下さんほど大きなタンクって持たれてるのが少ないと思います。では
タンクっていうのはその大元 の, あの円盤の室があったじゃないですか。あの室に合わせてタンクの大きさが決まってくるんです。では室が小さければこの山田さんのタンクいっぱいするのにもう1ヶ月2ヶ月かかっちゃうような規模の円盤のことできないので、なので大きいところでいうともう少し小型のプラスチックタンクっていうのが多いんじゃないですか。まあ、こういったあのタンク一つにとってもあの醤油の歴史、あの醸造の歴史っていうのが見られるんですけれども、で3番目にですね、この醤油を絞るあの圧搾という工程ですね。先ほどあのもろみを絞る布をご紹介しました。同じものなんですけれども、はい、研究所で使っているちょっとちっちゃめのやつをお持ちしました。これをあの触っていただいていいと思うんですけれども、あの醤油の醸造の中でですね、一番進化していない工程がこの圧搾の工程だって言われています。あのもろみから液体を取り出すっていう方法でこう力をかけて絞るっていう方法昔から行われてたんですけれども、こちら左側の写真でですね、あのこの部分もろみをですねここで麻の袋に入れてる職人さんがいらっしゃって、この上にあの道具を置いててこの原理で重さをかけて絞るっていうこういう作り方してるんですけども、今でもこういったあの布、今ではナイロン製の非常に強い伸びない破れない非常に強いものの中にもろみを入れて、あの、まあ、先ほど映像でご覧いただいたように座布団のようにですねこう広げたものを何枚も重ねていって力をかけて絞る、これのやり方だけはですねあの長年変わってないっていうところですね。であのこの絞りをですねあの3日かけて行うご説明ありましたけれども、なぜ3日かけてるかっていうとですね、あの急いで絞ってしまうとですね、あのもろみの中のですねあの濁りの成分がですねこの布から あっという間に出てきてしまうんですね。これ荒走りっていうんですけれども、こういった濁りのあるお醤油になってしまいますので、できるだけ成長のお醤油を得るために最初はもろみ自身の重さだけでギューッと絞れる、絞ってきたあの液だけを取ります。自然だれと言います。である程度落ち着いてきたところで初めて力をかけて絞り切るということをします。最初にこう自然だれでですねあの絞っていく中でこの布の内側にもろみ自身があのもろみの濁りをこすあの部分に変わってくる、まあ、それをもろみそのこすために、うん、もろみの部分を通過してきれいになったものが布を通って出てくるというものになります。使い込んだものとそうじゃないものを触っていただいて、同じものなんですけども使っていくうちにですねすごい圧力をかけているので目がどんどん縫い目がですねあの何でしょう詰まってきます。であの醤油これ洗ってですねあの何度も使うんですけれども、あのお醤油って服につくと落ちないようにですね色はなかなか抜けないと、あとあの醤油中に含まれている油分なんかもですね若干残るんで少しこう何でしょうねあの触りがあの油感のある感じになるんですけども、あの、まあ、洗って保管する時もですねあの油含んでる布をあのまあご家庭でも油調理した後のものをそのまま重ねておくと発火したりするとかってあったりするじゃないですか。あの醤油でもあの醤油の油で燃えたりしないように洗った後の布は冷蔵庫に入れて保管してると、で衛生的に保つとともにあの、まあ、そういったあの災害対策というかそんなもしてると、まあ、これはあまり作り方と関係ないところなんですけども、あの醤油っていうのは油含んでるよっていうところですね、はい、あの小さいメーカーさんでも大きいところでも同じやり方をしてるっていうのは先ほど申し上げたこの方法が一番いいというかこれ以上進化してないといったところはあるかと思います。はい、なんか遠心分離装置とか使えばなんかねどう簡単にするんそういう研究もですねあったようなんですけれどもうまくいかなかったみたいですね、はい、でもろみをこうきれいに積み上げるのもですね一つの技術みたいですね。柔らかすぎてもうまく積めないし硬すぎてもうまく絞れないしってそんなところもあのメーカー考えながらですねもろみを作ってたりします。まあ、ということでですね、まあ、弊社の、醤油の工場見学いただきましたけれども、まあ、冒頭でも少し申し上げました通り実はあの我々お醤油、ね、ご案内するとき醤油って生き物なんだというふうに例えることもあるんですね。同じ原料同じ麹菌を使ってもですね、仕込む季節であったりとか、まあ、蔵によったりとか、まあ、そういった違いというのがですね、まあ、どうしても生まれることっていうのがありますので、まあ、その様子を我々はですね、一つ一つタンクの様子を見ながら一定の品質をお届けできるようにですね、まあ、コントロールすることによって、皆様にですね、変わらない味をですね、お届けできるようにしているというところでございますけれども、じゃ実際のところどうなんだろうというところをですね、味見ていただきたいと思うんで、今用意していただいているところだと思うんで、
あのちょっとお持ちいただく間、あの工場見学全体も通してですね、何かご質問あれば先にご質問を受けようかなと思います。私こう見て思ったのが、さっき西田さん言われてたんですけど、あの小さい醤油屋さんも大きい醤油屋さんも基本やってることは同じっていうのをすごく感じたんです。要は大豆蒸して小麦を煎って、で仕込みをして、もろみをして、でそれも同じですし、絞るのも同じ。ただ規模が全然違うっていうのがすごく言えると思います。でよく地方の醤油屋さんで多いのが、まあ、一つの大きいタンク、さっき言った3メーター3メーターのタンクだったんですけど、もっと小さいんです。で多いのが30で、昔の要は1国2国の180リットルが1国なので、30国っていうと大体5000リットルぐらいです。で絞ると3000リットルぐらい絞れると思うんですけど、なのでそれを50本ぐらい持ってると地方だとそこそこ大きいねっていう感じになってます。でそれを私さっき計算をしたら、1年間で絞れる量が15万本ぐらいなんです。でさっき加瀬さんが、山田さん1日で20万本50万本絞りますって言われたので、山田さんが半日で作る量を他の地方の皆さんは1年かけて作っているというような形で、やっていることは同じだけれども規模感が全然違うというのが大きな違いなんじゃないかなというのはすごく。例えば薄口醤油なんか色を薄く仕上げるものはやっぱり夏の製造だと色がつきやすかったりというのがありますので、まあ先ほどご紹介した屋外型のステンレスタンク、これはですね、実はこれこの内側に直接もろみが入っているわけではなくて、まあ、二重構造になってまして、外側にですね、加熱するお湯を流したり冷却する水を流したりっていう温度管理ができるタンクになってます。ですので年間通して一定の品質の醤油ができるんですけれども、薄口醤油なんかはこういった温度管理のしやすいタンクで作ることで、なるべく色をつけずに仕上げることができるといった工夫がございます。ヤマサですと麹を作ったりする工程、仕込んだりする工程は男性がやってですね、もろみを絞ったりするところをですね、こう昔こう布に入れたりする作業は女性がやるというような形の、まあ、仕事分けみたいなのがあったようですね。はい。僕は日本酒とかワインの経験上、この醤油に関しては香りだけでどちらがスーパーターンかすぐ分かりました。屋内でやってるものは空気接触がやっぱり多いです。やっぱりこう開放系の状態なので、でもう一つの方は開放状態ではないですから、空気接触の兼ね合いが少ない。そしてあとはやっぱりこう木というもの自体の空気透過率とかを考えたりとか、ステンレスがまた空気も透過、空気を通さないというものでもありますし、それらによって生まれてくる影響と違ってきます。でワインも全く同じこういう作りをしますし、日本酒も全く同じふうにこうやって作っていくものがありますが、それぞれどちらもやっぱり全く違うんですよ、スタイルが。でこちらのこの2つのスタイルの醤油を香りだけ嗅ぐと、やっぱり片一方の方がよりクリーンな感じがしますね。よりこうクリーンで、どちらかというと華やかで軽やかでというような感じのするものに対して、もう少し屋内の方、まあ、いわゆるそれが、ステンレススティールタンクの方なんですけど、ステンレスの方がよりこうクリーンな感じです。香りがよりこう軽やかな感じ、よりこうエステル系が多い。まあそうですね、エステル系が多いんだと思うんですけど、屋内の方はいろんな香りがするんですよ。もっといわゆるもっと酸素由来、酸化由来の香りも結構すると、キャラメル系の香りも結構強いですし、なのでエステルの香りもあるけど、そこにプラスアルファで酸化によって生まれてくるような香りというのが結構多い。酸化ってもっといい意味の酸化なので、酸素が影響して香りが変われば、それは酸化由来ですから、やっぱりこう酸素というものともっとこう共存して生まれてくる複雑な香りがあるのに対して、こちらはもっとクリーンな感じ、屋外の方はもうよりクリーンな感じを楽しめるので、これはそれぞれに僕は違い、それぞれの良さがちゃんとは出てると思うんですけど、でもこういう感じってワインも全く一緒ですから、ワインもステンレスで作ったものってよりクリーンになるし、よりエレガントになるし、より軽やかになる。でも空気接触と一緒に樽で熟成させることによって、やっぱり空気が入っていくんで、そうやって生まれてくることによって、それでしか得られない複雑性とか、それでしか生まれないこう味わいの豊かさとか生まれてくるんで、だからお口に入れた時もどちらかというと屋内の方がちょっとお口の中での存在感があるとか広がりがあるのに対して、もっとこちらの方はもうちょっといい意味でもフルーティーだし、屋外の方はフルーティーだし、よりこう味わいが少しこうタイトな感じがするというか、よりこう洗練された感じがするし、上品な感じがします。
まあ、この上品さとこの豊かさのどっちを取るかは、まあ、それに僕はもうこの2つも、ね、全く違うものだとしか考えられないぐらい味の差があるんで、それによってこう使っていく差、使っていく、どのように調理に使っていくかも変えていいぐらいな違いを感じられるなというふうに思いますね。うちはそういうのはブレンドするんですね。そうですね、あの品質を一転させるためにですね、たくさんタンクありますんでこのタンクとこのタンクかなみたいなのとかですね、あの全く違いますね。違うからこそブレンドしていいものを得られる、うん、息子が匂いを嗅いだ時に、うん、こっちの匂いの方が濃いって、うん、どっちそっちっていうか市内の方が匂いが濃い、だからさっき言った多分エステル系が飛んでないのかな、うんうんうん、最初に立つ香りが強いツンツンする香りというか、よりこうあのストレートの香りが立ってきますよね。やっぱり奥内の方がちょっとこう落ち着いた感じの香りがするので、まあ、キャラメル系の香りとしては落ち着いたような感じの香りを促しますから、キャラメル系とかちょっとこうスモーキーな感じとか、そちらの方が強く感じられる奥内のに対して、よりフルーティーでより強さを感じられるのが奥外なので、それで180度、まあまあまあ、ある程度違うキャラクターを持っているものがある、それのバランスうまく取っていけばもっと美味しいものになる。この屋内タンクのね、浅草空気のタイプをブスッとおじさんが、ね、刺してブクブクブクってやって、屋内タンクの方は下から行くんだよね、うん、下から同じような浅草空気で、ま、混ぜるんで、あの正直言ってやってることは一緒なんですよ。やってることは一緒で、多分一番違うのは今みたいに開放系か閉じられてるか、ね、うん、まあ、環境です、ね、環境のところ、これってその開放系の温度管理してるんですか、その蔵内で。ですね、加熱はできます。加熱はできる。冷却はできないので、こちら側って完全に温度管理してます。こっちはできます、冷却もできますね。それってある程度一定に保ってる。そうですね、はい、それも一つ違います、うん、温度が温度によって大きく、あのいい意味での酸化スピードが変わってきてしまうので、ワインも温度コントロールしてるものとしてないものとではどっちがいい悪いじゃないんです、違うんです、ただ味は間違いない、うん、発酵、あの熟成スピードも発酵スピードも全部変わってしまうので、なのでそういう違いもやっぱりあると思いますし、面白い違いです、うん、まあ、普段こういったあの蔵違いのお醤油、蔵違いますっていうふうにラベルに書いて売ってるものではありませんのでここで来ていただかないと比べられない差かなと思ってご用意させていただいております、はい、味はどうですか。味は一緒。味は、まあ、香りの部分で感じる味は差のあるかもしれませんけれども、あの、そうですね、あの旨味成分とか塩分値は同じお醤油になってます、はい、個人的な興味で皆さんにこうアンケートを取りたいんですけど、この2つのやつ直感的にどっちが美味しく感じますか。屋内の方がシールがついてる、シールがついてる方が美味しいって感じだな。ゼロ皆さん屋内です。屋内の方が美味しい。まあ、あの大越さんがおっしゃってた先ほどのその酸化、酸化というのは悪い意味での酸化ではなくて深みを出すという意味の酸化で、あのこちらの方が味に深みが出たりとかって感じられた方もいらっしゃるんじゃないかなって私はちょっと思ったんですけどね、はい、という点ではやっぱり屋内の複雑には感じるかもしれない、うん、やっぱりフルーツ系の香りはなくなっているので、エステル系ってやっぱちょっと酸化するという意味で失っていきますから、うん、実際にはそのもう少し両方ある方がいいと思うんですが、まあ、ただなんかこちらの方が旨味をちょっと感じやすいと思ってしまうような香りの方向性かもしれないです、うんうんうん、例えば最初込みだと あらかじめ作っておいて、もう出来上がってその絞ったあの醤油を、生醤油を塩水の代わりに麹に混ぜ合わせるということをしておりますので、そういった意味では違う2種類の麹が混ぜ合わさった醤油みたいな、生醤油の時に作った麹と後から作った麹の2つの2種ロットの違う2つの麹が混ざった液体というようなイメージではあると思います、はい、あのお醤油火を入れてですね、あのこちらの工場ではあの火を入れてあの仕上げる一歩手前のところまで作ってですね、あの実はその窓の向こう側にですね、あの専用の積み込み場所がありまして、それであの毎日あのピストン輸送して運んでます、はい、でタンクもですね、あのやっぱり輸送中になるべく空気に触れないようにお醤油でいっぱいにして運んだりとか、あのそういった工夫もしたりしてますね、うん。